は確か俺、あいつと階段から落ちて。なんだ？ねえ！あいつになってんじゃねえか！なんで入れ替わっちまったんだ？知らない。知らねえってお前、つか何見てんだよ！だって股間に変なものがついているんだ。人のもん勝手に見るんじゃねえ！これどうやったら取れるのかしら。取れねえよ。それよか、どうすりゃ元に戻れるんだ。方法ならわかるな。私たち階段から落ちた、キスした。あ、そうか。じゃあ早速。キスだ。ええ、キスよ。知らない。もちろん知ってるけどよ。試しにしてみましょう。マジかよ。おお、マジで戻りやがった。私たちキスで体が入れ替わるんだ。すげえじゃねえか。ええ、だから山田君、もう一度してみる。お前優等生のくせしてとんだハレンチ女だ。バカじゃない。朱雀高校に魔女伝説？他にも俺たちみたいな奴がいるってことか？だから魔女を探すんだわ。魔女はみんなきっと山田くんに見つけてほしいと思ってる。だって私がそうだったもの。山田くん、あなたは私の世界を変えてくれた。あなたにしかできないことがある。あなたにしか救えないのよ。だとしたら俺は何を望んだんだ。いや、魔女に会っていけばわかる。そんな気がする。山田君と7人の魔女。俺は知りたいんだ、自分がなぜこの能力を持ったのかを。